Welcome to Doshita, a Masamori. Today, I'll show you Tsubakura Virtual Office with the creator's interview. Let's go! メディアアーティストをしております、坪倉輝明と申します。VR チャットでワールドを作ったり、あとはまあ現実世界の方で自分の作ったメディアアートの作品をいろんなところで展示したりするっていう活動をしております。可視彫像という作品があるんですけど、目に見えない彫刻作品を展示するっていうまあ作品で、懐中電灯をお客さんに持ってもらって作品台の方をね、懐中電灯で照らしてもらうと、そこに何もないんですけど作品の影だけが映し出されるっていう作品があるんですけど、まあ僕はそれが一番個人的にはおすすめですね。坪倉仮想事務所というワールドを作りました。このワールドは全体的にこう昭和なイメージというか、ちょっと昔の古い日本の事務所をイメージしたようなワールドで、昔ながらの事務机みたいなのがあったり、こういうファイル棚とかあったよね、使ってたよねとか、こういう業務用のエアコンとかよく昔のオフィスにあるよねみたいなところをこう見ていただいて、あるあるって思ってもらえたら嬉しいですね。でも今のね、若い人とか平成生まれとかの人は懐かしさがわかんないかなと思うんで、まあ昔の事務所ってこんな感じだったんだみたいな、ちょっと社会見学じゃないですけど歴史の勉強するみたいな感じで見ていただけたら嬉しいです。はい、昔の事務所を象徴する事務机ですね。事務机だけだったらまあ楽なんですけど、事務机にはまあ引き出しもあってこう開けれるようにしたいし、なので開けれるギミックを入れたりとか、あとは机の上にはやっぱり電話機、事務所にあるような電話を置きたかったので電話を作って、でさらにファイル立ても作ったり、なんかその事務机作るだけじゃなくて、まあ椅子もそうですよね。事務机用の椅子とかもそうだし、電話機とかファイル棚とか、なんか周辺のものを全部作んなきゃいけなくなったので、やっぱそこは事務机周りは一番こだわったポイントですね。こんな感じで坪倉仮想事務所頑張って作ったので、皆さんね、まあ、テレワークに使っていただいたりとか、ここで楽しんでいただけたら嬉しいです。そしてですね、僕が作った、まあ、机だったりとか、棚だったりとか、いろんなアセットをね、僕のブースで販売しておりますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。みんな楽しんでね。Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us comment and subscribe our channel. See you in next video.